スタジアムはすでに大歓声に包まれています。バイタリティスタジアムへようこそ。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。エミレーツ FA カップノックアウトラウンドのこの一戦、ボーンバスがノッティンガムフォレストを相手にします。次のラウンドに進めるのはどちらか1チーム、お互いに譲るつもりは微塵もありません。これは熱戦になること必至ですね。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。珍しい 5-2-3 ですね。失点も抑えやすいシステムです。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。Thank you, Vitality Stadium. Enjoy the game. この対戦ですが、ポイントはどこになるでしょうか。まず中盤をどちらが支配するかですかね。前半開始です。フィリップ・ビリング、いいところを見ていました。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。リプレイを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。試合開始からわずか5分、ゴール前期待も高まります。突破したゴールゲット、映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。ジェフェルソン・レルマ前に運んでいます。これはフリーキックになりましたね。直接ゴールを狙うか迷う距離ですが、何をキーパーに収まりました。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。ボールはエリアへ。ヘディングは枠に行きません。止める。ドリブルで崩します。おお出てくるか。ゴールだ。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。スコアは3-0。主審の笛が吹かれました。
素晴らしい動きです。足技を持っている選手ですね。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。タックルでボールがこぼれました。ここを起点にできるか。絶妙なパス。これはチャンス。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。エンドラインを割ってコーナーです。ボールを入れた。ここはしっかりクリアしました。ケリー、この選手がウィルシャーです。ここは打てるか。決まっていればハットトリックでした。こんなチャンスは第一でカットします。何をしてくるのか。レフェリーはコーナーキックの判定。雨帯。試合終了です。大歓声のサポーターの前でホームチームが次のラウンドへの進出を果たしました。まさに圧巻のパフォーマンスでしたね。君は知らない。